アーノルディ・アンソニー・クルーズは、アメリカ合衆国フロリダ州、パームビーチ郡、ウェストパームビーチ出身のプロ野球選手、ウトを右ミギ現在は、フリーエージェント。2007年の MLB ドラフト26巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、プロ入り。2011年5月23日に、ジェラルド・レアードが15日の故障者リスト入りし、それに伴ってメジャーに昇格した。 チームには、MLB を代表する名保守のヤディアーモリーナが、在籍するため、半ば必然的にバックアップ保守に甘んじることになるが、以後、長きにわたってその任を担うことになる。この年は38試合に出場し、打率26、262.5打点、オプス0.672という打撃成績を記録した。守備面では20試合でマスクをかぶり、無失策。 DRS2 という内容だった。また、盗塁を4度試みられて2度アウトにした。さらに、3塁手3試合、1塁手と翌手を、各2試合、2塁で1試合を守る器用さも見せた。2012年は、モリーナの親族に不幸ごとが起こり、プエルトリコに一時帰郷したため、前年より出番が増えて51試合に出場。打撃面では、 メジャー初三塁打及び本塁打を記録し、打率254.1本塁打11打点という成績を残した。守備面では47試合でマスクをかぶり、2失策、守備率 993DRS2 という内容だった。また、持ち味の強権を発揮し、リーグ平均値27%を上回る、投塁阻止率31%を記録した。 2013年、前年と同等の51試合に出場した。打撃面では不審で、打率、203.1本塁打、13打点という成績に終わった。保守守備は44試合でつき、1失策、守備率99、996DRS1、盗塁阻止率33%という成績を残し、全体的に前年より底上げされた。2014年は、 オリーナが故障者リスト入りした時期があったため、スタメン出場した試合が過去よりも増えて35試合だった。打撃面では打率が3年連続で低下して、200ちょうどだったが自己最多の17打点を記録。ポストシーズンではリーグチャンピオンシップシリーズのサンフランシスコジャイアンツ戦で相手エースのマディソン・バンガーナーから本塁打も放った。守備では、 失策を一つに止めたが、DRS や投類阻止率は悪化した。2015年、キャリアハイの69試合に出場し、打率204.2本塁打、11打点という成績を残した。1シーズンで複数本塁打したのは、キャリア初だった。守備では、自己最多の51試合でマスクをかぶり、失策なしと、堅実さを見せた一方、DRS や、 盗塁阻止率等の指標はさらに低下した。2015年12月2日に、マイナー選手1名とのトレードで、カンザス式ロイヤルズへ移籍した。2016年はメジャーでの出番をほとんど与えられず、キャリアワーストの4試合出場に終わった。そのため、マイナーでの出場が主となり、92試合で打率、264.7本塁が、55打点に盗塁という成績を記録した。 オフの11月18日にリーフとなり23日に自由契約となった。2017年2月7日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。この年はメジャーでの出場はなく1年間参加のトリプル A 級エルパソチワワズでプレイし51試合に出場して打率280.7本塁が 27打点の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。2017年12月19日にシ種のティレッツとマイナー契約を結び、2018年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2018年の開幕は参加のトリプル A 級ルイビルバッツで迎えた。デビン・メソラコのニューヨーク・メッツへのトレード移籍に伴い、 5月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。6月21日に自由契約となった。ありがとうございます。